はい、どうも、妖怪チプニプニ、今回もやっていきます。15日目200ポイントゲット。はい、今回はね、2番目のアカウントがつざくねゲットできそうなんで、それをねやっお見せしたいのと、お知らせね来ましたね。滅流しイベント、これラストなのかね、なんか変な終わり方しましたが、今回はフォーエバーフレンズイベントなのかな、どうなんでしょう。一応また竜がなんか聖竜って感じがするね、聖なる竜というかね、そんな感じ。そしてこれ誰だろう、ヌラリじゃないよな、ヌラリシンのような、なんかどっかで見たことあるよな。でもこの角があるからトナカイのような角が、あれ誰だっけこれ。そしてこれは日の光、月の闇かな。そしてバステト、そしてリューターが、まあなんか聖剣みたいに持ってるから、聖竜なんかね、あの剣聖ベニマルみたいな、そんな感じ。そしてウィスパーがいて、で天狗クラマと、みんななんか仮面してるね、サゴショウがいるね、という感じで。だから豪傑不思議、これも不思議だったよね。あれ不思議、勇ましか、天狗は薄ら影、でも何イベントだろうね。バステトたち、不思議、豪傑、勇ましい、薄ら影イベントかな。月の闇、薄ら影だったよね。日の光、豪傑だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、はい、そんな感じで滅流しイベント、今度はさっと跳ね竜太勇気って感じがしますね。はい、まあ楽しみにしましょう。なんだろうね、気まぐれゲートなのか横取りか、まあ最近はねこのどっちかだと思うので、なんか清流っぽい気がするけどね。はい、楽しみにしましょう。できたらねウォッチ復刻してほしいね、今更だけど。滅流しイベントで滅流のね、あのドラゴンウォッチ欲しかったね。はい、というわけで、じゃあちょっとね、ここからはサバカの方のね攻略をお見せしたいと思います。メンテナンスは2時3時半ですね。そしたら情報出てくるのかな。はい、じゃあ次は滅流しイベントですね。今妖怪三国志も滅流しイベント始まったからな、なんかあれですね、終わりじゃないのかな、なんか終わりみたいな感じだったけどね。今回のあの将棋イベントもなんか変な終わり方だったし、どうなってしまうんでしょうか。聖剣パー、そうそうそう、聖剣ベニマル、剣聖ベニマルか、それに近い気がするんだよな。結構前だったっけ、あれなんだっけ、なんかあったよね、あの時気まぐれゲートだったよね。これバージョン、聖剣っぽい気がしております。はい、じゃあちょっと行きましょう。ワイの字ともえぎり、はい、友達が勝利出ましたね。じゃあ最後10やっちゃいましょう。一応元気ドリンクはあれ5個しかねえ、あれ5個しかねえんだ、ダメじゃん。倍もらえるは今度にすっか、5発じゃな。はい、じゃあちょっと他のアカウントも使って倒しちゃいます。終了、お疲れ様ずら。
はい、ゴエモンはねレベル上げてんだよね。5万ぐらいね、ゴエモンいるおかげで火力がねできましたね。メイン赤でちょっと助けしてんですけど、1回だけお見せしましょうか。まだちょっとメイン赤の助け、25万の助けがちょっとね、まだメイン赤の玄武が強くなりきってないんだよな。いやでももう佐渡の秘伝書がやべ、これダメだたまにやっちゃう。佐渡の秘伝書なくなってきたね。ここでいくつくらいいくかな。3枚いった、なるほど。これ技レベル2だな。あ、外した。2枚いけ。いかねえか。これぐらい外回すか。たまにバックスピンかかるからな。はい、じゃあちょっとメイン赤の方でね、子供をさせたいと思います。うん、ワイポイントあんまたまなかったな。はい、技レベル5ですね。でまだレベル50の限度、ちょっとこれだとな弱いな。多分限界マックスで、技レベルもねマックスだったらきっと今ので終わったろうね。ちょっとなんか必殺の秘伝書がなくなってきた。神必殺もゲットしないとね。じゃあ最後倒しちゃいましょう。刻んだらいいのかな。はい、じゃあラストお助けいきましょう。ギリギリ倒せないかな。ちょうどミッション来てくれたね。さあこれで決めたいな。あ、これ決まるわ。これでよいしょ。ちょっと失敗。はい、これで聞けましたと。ワイポイントこれ稼げねえとな。はい、というわけで2番目のアカウントね、10クリアしました。これでスザクに勝てるといいな。一応ねこのメインアカウントは6回お助けしましたね。6個分7発か。うん、玄武鍛えとればな、半分ぐらいだったろうな。はい、はい、友達が勝利というわけで、あ、そっか、10回クリアになりました。裏マップはこれも
ょっと後でやっておきましょう。まだ封印がやってなかったね。はい、じゃあこれやっておきましょうかね。スキルと G を打ったら、カットされたのはアシュラとフクロウか、あと鬼ガンマじゃなくて鬼雲もいねえな。はい、という感じでした。はい、そしたら倒せるかやっていきましょう。どうなんだろうね、豪傑でいこうかなと。攻撃力アップが一応あってよかったけど、これでフルフルね、パワフルにしましたね。じゃあいきましょう。いけたね。弁慶打てれば勝てんな。バックミスだ。はい、フィニッシュ。じゃあゲットまで行ってみましょう。これ本当マジでラスト何なんだろうね。最後はエンマかカエラか、王がいないもんね。はい、フィニッシュ。 OK、 やっと落ちました。はい、というわけでね、一応2番目のアカウントもゲットということで、うん、ちょ、多分ね10までいけば、バフ一発でも倒せるんで、はい、いい感じですね。なんで、はい、じゃあ明日からね新イベント楽しみましょう。3アカ目もね、多分中クリアすればいけるんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。ミッションはね、ちょっとレベルマックスにしてからやりたいと思います。まあぶっちゃけね、技レベル1の朱雀より技レベル限界突破してる弁慶の方がね重要ではありますかね。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。お助け本当だ、ありがとうございました。助かりました。